はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、エリッチです。ポケットモンスター X パート38やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、ようやく、終わりが見えてきました。いよいよリーグの方にね、挑みたいなと思います。で、ポケモンは45から43の間にして、技も一部ちょっと変えてみました。まあ、それは何かを楽しみにね、技は。それじゃね、行きたいなと思います。うわ、すげー。間違えた。回復もちゃんとしてあって。違う。なんでも直しが11個で、満タンと回復30の元気のかけは20でいきたいと思います。大丈夫やね。よし、行こう。うわ、なにこれ、すっげー。炎、水、鋼、ドラゴン。へえ、なにこれ。よし、じゃあ行きましょうか。誰だお前。あなたがエリッチね。ようこそポケモンリーグへ。私、四天王の一人、炎のポケモン使い、パキラ。ポケモンリーグには私を含めた四天王とチャンピオンがいます。四天王に勝利し、強さは示せねばなりません。とはいえ、フリアダを食い止めたあなたなら楽勝ですけど。これが何体、見えへん。ここはチャンピオンの位置やろ。わからへん。ここ見、炎やな。ラプラス戦闘になってるのでね、早速いきます。わかるやん。なんやねんそれ。まあ、いや、とにかく先に炎行こうか。なんかすごい。あれ、なんか映ってる。光ずれてる。ほい。よし、これだけ。びっくりしたよ。勝利してるときに何をしてくれてんの。よし、じゃあ行きましょう。ようこそポケモンリーグ開演の前、お相手は私、パキラが出演させていただきます。わお。
そう、レベル的にはいいけど、次買ったら64レベルだよ。にゃん、痛い、ちょっと待って。でもね、こっちね、すんごい体力あるよ。ラプラス買ったよ。難しいのか、渡す。まあ、瞬殺なんですけど、吹くのやめた。ブルーバードはちょっと痛かったな。やばい、ちょっと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 お、66フレアドライブ。急速やな。13,000円。お見事です。なんか3になった。ポケモンリーグ制覇の暁はあなたとポケモンたちのこと、ニュースで世界に知らせます。そう、ホロキャスターで。マジか。あと四天王3人勝てばチャンピオンに挑めます。エレベーターで元の部屋に戻るといいでしょう。はい。暑い、この部屋暑い。さて、ちょっとラプラスの HP を回復しますか。漫談の方で。次はどこに行こうかな。これは何の間、鋼、鋼行こうか。ちょっと待って。じゃあまずはどっちにしようかな。場所もリザード、場所もかな。なんちゅう、ここで、うわ、鎧なんちゅうと。よく捕まえられた。我こそは四天王の一人にして鋼の男ガンピ。我と我の自慢のポケモンたち、持てる力を惜しみなく発揮し、正々堂々見舞える、ん、まあ、や見えることここに誓おう。ではでは、いざいざいざ、鎧外せすんごいガチャガチャになってるやん。あれ、クエレッフィーって鋼やったん？全くわかんないんですけど、ブレイズキック
にやったんや。知らなかった。しかも急所。え、滅びの歌。あーでも使えるかもな。かまいたちを忘れさせて滅びの歌を思いさせる。これはちょっと使えるかもしれないね。ちょっとあのタイプがやばい時に。よし、ブレイブキック。痛い。ニアのやりやがったな。くそ、やったことない。カイアッパーじゃ。ゆるがるな、何それ。なんじゃそら。初めて見たぞ。あ、勝て。あ、それ BP 回復の忘れてるような。まあ、いっか。あ、効果4倍。ファイヤー。気持ちいい。ポケモン侵略力、あれを上回ったか。おう、なんたること、我が心、打ち震えて止まらぬ。喜びと憎しさ、同時に味わうこと、こうなるのか。決めた、共に高め合うべく、貴様を、こう、皇帝子と認める。そうか、シエナのうち二人に勝ち、打ち勝ったか。とはいえ、道は半分、油断するんじゃないぞ。マジかよ、この人、あんまり好みじゃない。そこって言いたいよな。あ、ちょっと待って、またくしゃみ出そう。あー、すみません。PP とか4、PP ガリバーが3、PP エイダーが5、お、エイダーが5ね、ちょうどいいかな、いいかもしれんな。さてこっちは何かな。優勝の間、水か。あ、じゃあドラゴンや。ドラゴンはラプラス、オアリザードン。ラプラスもう一回頼むわ。うわ、なんじゃこりゃ。
ういういなに真ん中のあの妖精の煙は。しかも女、あらまあこんにちは、いらっしゃるのおばさん。あなたお強いでしょ。それもかなりのかなりのね。もう嬉しい。そういう相手とは遊びはポケモンですぐ育つ。遊ぶな遊ぶな遊ぶな。ドラセナ、え、植物。なにこれ。痛い。あ、しかもこらてない、そんなに。あ、やっと65に上がった。新速を、何やてき新速。あーなるほど。いやでもこれで十分なバランスやしな。クリームが、あーあいつか。いや、耐えられた。痛い。嘘。マジパティンかよ。にゃん。さあグリムガンって岩タイプ入ってたんだっけ。格闘いけるような確か。なぬ。痛い。痛いの。また大丈夫だな。痛い。ゲアブソル。でもこれで削り切ったらいけるんだけど。辻斬り行こう。なんでだから。ふまたアブゾルありがとう。おかゆ元気のかけら。やったね。アブゾルやったね。あたり回復してあげる。あーダメだこりゃ。あー、たれ雷。
お、麻痺いったぞ。ピカチュウナイス。オンバー、何それ。あー、お前か。でも飛行入ってたっけ。なんでオンバーの方がいい、最悪ねん。クソ野郎。あ、ダメだ、速さがないから全然。あ、ダメだ。耐えたー、ありがとう。もうやね、あなたとポケモンチャーミングすぎるもの。それだけ？あれ？いってらっしゃいなのよ。あなたとポケモンならあと一人の余裕の余裕よね。あ、この人なんか好きかも。なんかいい。よし、全回復したから次は水やから、電気、ピカチュウ。あ、こっちやな、こっちや。いっけね、間違えた。水門の間。うわうわ、なんじゃこりゃ。わからない、何が。そこの方、お尋ねしたいことがあります。ポケモンショーは芸術足りてるのでしょうか。そうなんちゃうかな。なるほど。要領は作れども作れども消えるもの。ポケモンショーも終わりは勝ち負けの記憶さ薄れる。そこに全身全霊を打ち込み、生き様はまさに芸術。ま、芸術なんじゃない。ズミ。レスキュー終わる。なんだよ、だからこれ。
じゃあ新技行こうか。ひんひん。ということでエレキワール、早いな。おい、ピカチにはこれからちょっと頑張ってもらわなあかんのに。かわいい。あ、毒消されたあ、消えた。ダメなのこれ、ちょっと。ちょっとこのままなことな。なんで？よし、オッケーオッケー。ピカチュウどこや？ここか。痛いの。あーでもあれか、それ終わってなんか。一気4倍やったー。メガドです。なんだから何それ。はい、気持ち悪い。ナイスー。本当にポケバルで嬉しい。ダーミー。
お、九州に入ってたんだ。やったね。ピカチュウな、防御弱いからな。あげよう、スポトリであげようとしても、逃げた。もういっぱいやった。あ、前に行ったぞ。終わりだ。あなた方のこと、このズミの胸に留めておくといたしましょう。やったね。やがて薄れ消えゆくものを記憶に刻み込むため、全自然に応じ込む。それが人生です。あなたはあなたのやり方でポケモンの良さを引き出し、チャンピオンにたどり着きましたね。いよいよですな。あ、どうしようかな。あ、もういいや、これ最終回に最終回にします。これは今回もう一気にチャンピオンまでいきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を聞いていただきましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。パソコン以外の方は説明欄にリンクがありますので、そちらの方からよろしくお願いします。実写チャンネルの開業もいたしました。もしよかったらそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。パソコンで見てる方はこちらのボタンからチャンネル登録の方をお願いします。パソコン以外の方は下の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方からチャンネル登録の方よろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。